第四次イタリア戦争は、イタリア戦争の一部である。フランス王フランソワは一世と新世ローマ皇帝及び、スペイン王カール五世が、北イタリアの領土、主にミラノ公国をめぐって戦った。フランス軍が、北、イタリアに侵攻した一方、スペイン軍がフランスに侵攻した。百三十八年六月十八日、ニースの和役が締結され、フランスがトリノを得た以外は、 イタリアの藩とはほとんど変わらなかった。戦争を通して、スペインのイタリアに対する統制が強まり、イタリア独立の時代は終わった。フランスとスペインは決定的に仲違いして、以降は長きにわたる敵対の時代に突入した。一方、フランスに味方したオスマン帝国は、フランスと密月関係となった。1500年、ルイ12世はグラナダ条約で、 フェルナンド2世とナポリ分割について合意した。条約に基づき、二人は結託して、ナポリオ・フェデリー・コイッセイを排位した。この決定は、ニッコロ・マキャベリーなど、当時の指揮者に批判され、民衆も、この批判を支持した。1519年、カール5世が新生ローマ皇帝に即位して、帝国とスペインの同訓連合が成立したため、民衆の支持が高まった。 フランスとスペインのイタリアをめぐる争いの始まりとなった。戦争は1536年にカール5世とフランスは1世の間で始められた。直接な起因はミラノ公フランチェスコ2世、スフォルザの死去であった。フランチェスコ2世には子供がなく長く苦しい闘病の末2535年に亡くなった。後継がなかったため、 スフォルザ家のミラノ支配が終結する結果となり、カール5世がミラノ皇妃、クリスティーヌとダヌマルクの母の兄に当たるためミラノ皇を継いだ。当時は民衆もイタリア諸国も反対しなかった。帝国のイタリアにおける勢力の慎重にフランスは危機感を募らせ、オスマン帝国と正式に同盟を結び、ジャンドラ・ホレオ、初代フランス中オスマン大使とした。オスマン帝国は援軍を派遣し、 フランスのマルセイユやピエモンテなどジェノバ近くの標的への進軍を支持した。カール5世のコフェリペが広告を継承すると、フランスワは1世はイタリアに侵攻した。フランスの大将、フィリップ・ド・シャボーは1536年3月にピエモンテへ進軍、翌月トリノを落城させたが、ミラノの包囲は失敗した。カールは反撃して、プロバンスに侵攻。 エクスアンプロバンスまで軍を進めて1536年8月に占領したが、フランス軍がマルセイユへの道を塞いだため新軍が止まってしまった。その後、防御を整えたアビニョンを攻めず、スペインへ撤退した。皇帝軍に赤痢を蔓延させるために、フランス軍がわざと腐った果物を木の上に置いた、という逸話もある。カール・ゴ世がフランスで領土を拡張している傍ら、 イタリアではフランスの侵攻が続いていた。フランスは一世の軍勢はピエモンテで補給してジェノバへ進軍していた。また1536年、ジャンドラ・ホレの外交努力でオスマン帝国との同盟を結び、年末にはマルセイユでフランスオスマン連合艦隊が集結し、ジェノバを脅かしていた。艦隊がジェノバを砲撃する一方フランス陸軍がジェノバを包囲する。 という作戦案も定められたが、フランスとオスマン帝国にとっては、不幸なことに、1536年8月に、連合軍がジェノバに到着する頃には、ジェノバの守備が大幅に強化されていた。その代わり、連合軍は、ピエモンテで荒らし回り、多くの城を占領した。1537年、バルバロス・ハイレッティンが、イタリア海岸で、 海賊行為を繰り返した後、コルフを放したが、あまりフランスの助けにはならなかった。カール・五世は、初戦で不利だった上、フランスとオスマンとの二正面作戦の危険もあるため、結局折れて1538年6月18日に、フランスは一世とニースの和役で戦争を終結させた。百三十八年六月十八日に署名された、ニースの和役は、戦争を終結させ、 一人のフランスに活上したが、イタリアの半島にはさほど影響を与えなかった。この時、二人の王はお互いへの像王から同席することを拒否、仲介の教皇パウルス三世が二人のいる部屋を行き来する羽目になった。この戦争に起因するオスマン帝国との緊張により、カール五世はしばらくオスマンへの対応に追われ、9月28日のプレベザの海戦で敗北するまで続いた。 一方、フランスは、オスマン帝国との同盟を役立つものと見て、以降も同盟を継続した。この戦争で明らかになったことは二つある。一つはスペインがイタリアへの統制を強めたことで、イタリアの独立が終わったこと。もう一つは、イタリアは団結した一つの国ではなく、多くの国の集合体であり、各自の思惑があること。これはイタリアが侵攻にさらされやすいことを意味し、 次の第5次イタリア戦争で早速現実になった。さらに軍隊がたびたび進行して略奪を繰り返したためイタリアは戦争で荒廃した。またスペインとフランスの敵対が決定的になった戦争でもある。その後の争いは全て両国の領土と影響力に関わるものである。戦争は両国の財政を悪化させたが1547年に フランスは一世が亡くなっても、その後継者である、アンリ二世は和解することなく、スペインと帝国との戦争を継続した。ありがとうございます。